今天网红的热门话题焦点就在于百万博主蔡阿嘎了。蔡阿嘎昨天晚间突然正式宣布，他要开除一个人，就是开除合作超过10年的一位元老级的员工。而且呢，他要开除这位罗拉之外，还要请著名的律师事务所来打官司，摆出这么大的阵仗，到底出了什么状况呢？事情到底与什么有关？现在外界议论纷纷。因为蔡阿嘎在昨天的时候啊，工作室的声明当中强调了相当多部分，包含说啊，他说罗拉的个人不法行为已经严重违反了工作室所属公司的公司政策还有工作规则，已经造成了公司的重大损失。好，而且啊，现在罗拉他已经向公司坦诚在案，坦诚哪一些部分都是后续有待持续关注的重点。尤其还有一个部分，就是蔡阿嘎还有团队成员在事前通通都不知情，现在已经委托律师来作为处理，有待后续公布结果。不过究竟蔡阿嘎他有多宠他的元老级员工？有人说莱拉已经跟着他有超过10年以上了，在去年的一部影片当中啊，他要求他的员工写下希望能够有多少的年终奖金。好，除了员工自己写的之外啊，他还加码26万发给罗拉当作是年终奖金，只是说可以让他再买一个他最心爱的爱马仕包包。如今出了这样子的状况之后，也有不少的厂商统统都跳出来了。由于罗拉他在工作室的当中，他扮演的角色就是一名的业务，也因此现在有自称同业的这个网友说啊，罗拉过去啊，因为他的关系，已经把阿嘎一家列为拒绝往来户非常久了。因为罗拉不仅是在外面的态度引发质疑之外，他也把很多个同业都给惹毛了，认为是相当不容易，而且还一度气到啊，想要直接找蔡阿嘎，也就是像老板来爆料罗拉到底在外头有多恶劣。现在也有网友说啊，终于翻车了，因为身为饭店员工，他看到罗拉他的状况是啊，对基层员工通通很不礼貌，甚至是很恶劣的状况。不过过去大家都没有跳出来说，当然也是知道，因为他是蔡阿嘎的这个心头好之外，同时两个人也一起奋斗了很久，而如今两人切割，其实让蔡阿嘎也是相当心痛，因为他过去不只是很宠员工之外，现在员工到底出了什么状况，也是他必须得厘清的。在今年的司法院有一份裁定公告，这是士林地方法院2月的时候，有一个人他和罗拉是一模一样的同名同姓，他曾经开了90万的本票给一家融资公司，不过后来出现的结果是他违约遭到强制执行。好，这个状况到底是不是因为罗拉在外有债务上面的问题呢？再加上现在蔡阿嘎他是找来了万国法律事务所，这一家事务所在台湾的话是数一数二的大，规模很大之外，他的收费是相当高，过去的客户啊还很多人都是知名人士，包含了资深媒体人蓝祖蔚，还有接口支付的创办人，还有徐若瑄前夫李云峰，过去的官司都是由这个律师团队来处理。而现在在过去的开箱影片当中，也被粉丝认为说，难道这已经成了搜证片了吗？究竟整起事件有没有涉及不法，现在也不排除，而后续还有待持续的关注厘清。以上是这节热门推播资讯。另外这位名人也引起话题讨论，知名 YouTuber 蔡阿嘎吴运行呢发了律师声明，指出他的资深员工罗拉因为有不法的行为影响到公司利益，即日起解除劳雇关系。由于呢罗拉任职超过有10年，过去呢蔡阿嘎因为他很爱买名牌，还去拍了开箱影片，如今出事了，被网友说这一部影片变成了搜证影片。这个多少钱？这个这样，哦，忘记了，快点啦！你们知道多少钱呢？真的讲价格？真的啦，22吧。艺人蔡阿嘎和员工罗拉在影片中有说有笑，谈到名牌包价格，蔡阿嘎不敢置信。这个桌上哦，差不多是罗拉你头期款就在这边了。对啊，不要再说你没钱买房子。满满一桌不是美食，而是名牌包。蔡阿嘎调侃罗拉，堪称是团队中的精品女王，让网友笑翻。不过6号，蔡阿嘎抛出震撼弹。
表示罗拉因为个人不法行为已经严重违反工作室的政策与工作规则，不得不终止和他的劳固关系。贴文一出，网友纷纷留言，一年前的开箱影片原来是搜证片，难怪这么有钱。也有疑似曾经与蔡阿嘎合作者指出，罗拉的工作态度很差，翻车真的不意外。团队元老突然被解雇，引发轩然大波，瞬间冲上热搜。目前蔡阿嘎没有正面具体说明罗拉的不法行为，但有法律专家表示事情应该非常严重，否则不会找上万国法律事务所。中央新闻综合报道。まずはじめに、僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん全く、ありません。まず、僕自身も信頼していた方の、過ちというのを、悲しくというか、ショックですし、今はそういうふうに、感じています。I wanted to be here, today to be able to talk. I'm sure it was very tough. It's been a tough week for fans and team officials, and I'm very grateful that the media has been patient in this process.Just on a personal note, I'm very saddened and shocked that someone who I'm trusted has done this. 現在進行中の調査もありますので、今日話せることにまず限りがあるというのもご理解いただきたいなということと、また今日ここに詳細をまとめた、分かりやすく皆さんにお伝えするためにまとめたメモがありますので、そちらの方に従って何があったのかというのをまず、説明させていただきたいなと思います。So、obviously today there's things that I'm limited in being able to talk about. I hope you understand.、I do have a document in front of me that I will refer to、that will detail what has happened.、まずはじめに、僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん全く、ありません。So I never bet on baseball or any other sports, or never have asked somebody to do it on my behalf, and I have never, went through a bookmaker, to bet on sports. 本当に数日前まで、彼が、そういうことをしていたっていうのも、全く知りませんでした。Up until a couple of days ago, I didn't know that this was happening. 結論から言うと、彼が僕の、口座からお金を、盗んで、なおかつ、みんな、僕の周りもそうですね、みんなに、嘘をついていたというのが、結論から言うとそういうことになります。Just to kind of just go over the result, in conclusion, Ipe has been stealing money from my account.And has told lies. まず、はじめに言うと先週末、韓国ですね、僕の代理人に対してメディアの、方から、私が、僕のにですね、違法のブックメーカーから、僕が、関与しているのではないかというスポーツバクチン賭博について、関与しているのではないかという打診があり連絡がありました。Last weekend in Korea, Media has reached out to a representative in my camp, inquiring about my potential involvement in this sports betting. で、一平さんは僕にこういった取材の依頼があるということをまず、僕には話していなかったし、僕の方にそういう連絡はまず来ていなかったということと、まずはじめに代理人には、一平さんは僕と話して分かったのは、一平さんにではなく、某友人の借金の肩代わりとして、支払ったというふうに、僕の代理人も含めてみんなに話してました。So, Ipe never revealed to me that there was this media inquiry, and, to the representatives in my camp, Ipe told, to the media and to my representatives that I, you know, on behalf of a friend, paid off, debt.でその翌日にさらに尋問で一平さんは、僕たちの代理人に対して、借金は自分のもの、つまり
一平さん自身が作ったものだということを、説明しました。Upon further questioning, it was revealed that it was actually, in fact, Ipe who was in debt. で、それを僕が、肩代わりしたという話を、その時に代理人に話したそうです。And told my representatives that I was paying off those debt. そしてこれらは全く、全てが嘘だったということですね。And this all of this has been a complete lie. 一平さんは取材以来のことも僕にはもちろん、その時伝えていなかったですし、代理人の人たちに対しても、僕はすでに彼と話して、彼と話してコミュニケーションを取っていたということを、嘘をついていました。So Ipei, obviously lied about, you know, basically didn't tell me about the media inquiry. And then その代表に対して、僕もそうだし代表、チームもそうですね。チームも、代理の人たちに対しても、つまり僕とコミュニケーションを取っていたっていうふうに。So Ipe has been telling everybody around that Ipe has been communicating with Shohei on all of this account to my representative, you know, to my representative, to the team, and that hasn't been true. そして僕がこのギャンブルに関しての問題を初めて知ったのは、韓国での第一戦が終わった後に行われたチームミーティング、のとあの試合の後のチームミーティングの時です。The first time I knew about this gambling, Ipe's gambling was during the, after the first game when we had team meeting in the clubhouse. そのミーティングで彼は全部英語で話していたので、僕に通訳もちろんついて、その時ついていなくて、すべて英語で話していたので、完全には理解できていなくて、なんとなくこういう内容だろうなっていうのは、おそらくは、理解はできていましたけど、なんとなく違和感をその時は感じていました。So during the team meeting, obviously, Ipe was speaking in English, and I didn't have a translator on my side. But even with that, I kind of understood what was going on and started to feel that there was something amiss. で、その時彼は僕に対してホテルに帰った後で、二人で、より詳しいことを、二人で話したいので、今は待ってくれというふうに言っていたので、僕はまずその時はホテルまで待つことにしてました。Just prior to the meeting, I was told by Ipe, hey, let's talk one-to-one in the hotel after the meeting. So I waited until then. で、僕は Ipe さんがその時にギャンブル、ミーティングの時にギャンブルの依存症だっていうのは僕はもちろん知らなかったですし、彼が借金をしていることもそのミーティングの時はもちろん知りませんでした。So up until that team meeting, I didn't know that Ipe had a gambling addiction and was in debt.で僕は彼の借金返済にももちろん同意その時も同意してませんし、物件会社に対して彼に送金をしてくれと頼んだことももちろん許可したことももちろんないです。僕が弁護士の人たちはこれは窃盗と詐欺のことなのでこれを警察の当局に引き渡すという報告をその時にしました。And、my lawyers recommended that you know since this is theft and fraud that we have the proper authorities handle this matter.これがそこまでの流れなので、僕はもちろんスポーツ賭博にはもちろん関与していないですし、ブックメーカーにさっきも言いましたけど、送金をしていたという事実は全く、ありません。So, you know, in conclusion, I do want to make it clear that I never betted on sports or have willfully sent money to the bookmaker. 正直、ショックという、言葉が、正しいとは思わないですし、それ以上のうまく言葉では表せないような、感覚でこの1週間ぐらいはずっと過ごしてきたので今はそれをうまく言葉にするのは、難しいなという思っています。You know, to summarize how I'm feeling right now, I'm just beyond shocked. It's really hard to verbalize how I am feeling at this point. ただもうシーズンも本格的にスタートするので、ここからは弁護士の、方々にもお任せしますし、僕自身も、警察当局の、協力に全面的に協力したいなと思っています。And the season's going to start, so I'm going to obviously let my lawyers handle matters from here on out, and I am completely assisting in all investigations that are taking place right now. なので気持ちを切り替えるのは難しいですけども、シーズンに向けて、またスタートしたいですし、今日まずお話できてよかったなとも思っているので、今日は質疑応答は、
これが今お話しできるすべてなので質疑応答はしませんが、これからさらに進んでいくと思います。You know, I'm looking forward to focusing on the season. I'm glad that we had this opportunity to talk. And I'm sure there will be continuing investigations moving forward. 以上です。ありがとうございました。Thank you very much.